アイシーなど。2009年発表のアルバム、ステート VS ラドリック・デービスは、全米アルバムチャートにて初登場を10位を記録している。グッチメイン、アラバマ州バーミングハムで生まれ、その後アトランタへ移住。その後、本格的にラッパーを志すようになり、14歳の時点で、すでにレコーディングを行っていた。2005年には、 インディーズのビッグキャットレコーズからデビューアルバムトラップハウスをリリース。しかし同アルバムからヤングジージーをフィーチャリングしたヒット曲 IC の利権をめぐりヤングジージーと対立。お互いにディストラックをリリースする事態に。その後も事態は収集せずに、ついには ヤングジージーの仲間が彼の自宅に押しかけ脅迫、それに対して彼が発砲する事件が発生。結果的に一人を殺害したとして逮捕されてしまうが、2006年に証拠不十分で起訴は取り下げとなっている。2009年5月にはメジャーレーベルのアトランティックレコードへ移籍。その後12月にはメジャーデビューアルバム、ステート VS ラドリック・デイビスをリリースしたが、 この時、彼は、刑務所にいた。初週に8万9000枚を売り上げ、全米アルバムチャート10位を記録したにもかかわらず、プロモーション活動は行われなかった。しかし結果的に30万枚以上を売り上げている。また、同年10月に、MTV から発表された、MTV、S アニュアルホッテスト MCs in the game リストでは見事6位に、選ばれている。 2010年9月28日には、ニューアルバム、ザ・ピール、ジョージア、エス・モースト・オンテッドをリリースし、全米アルバムチャートで、初登場4位を記録した。2013年5月21日、アルバム、トラップハウス3をリリース。同年12月25日、ザ・ステート・ VS エス、ラドリック・デイビス2、ザ・ケージ・ド・バード・シングスをリリース。ありがとうございます。